最後が、背中ですね。噛み合った時にゴロンって背中がつくことがあるんですけど、こうやってそうです、ね、背中がついてしまえばこれも1本となります。どこ落ちしてる？じゃあちょっとエントリーが後ろしっかりしてる、しっかりしてる、頼もしい。一旦そのルールちゃんと聞いたから、あっちでルール改めるっていうか。どうも、昆虫ハウス101号室八丸です。三森です。お願いします。いきなりもうここがね、昆虫ショップ大田町の大きな、はいはい、ビートノさん、ビートノさ ん、はい、で今日クワガタ相撲、はい、のやつをビートロンさんが主催でやるみたいな、はいはいはい、優勝した人にはなんか盾があるんですよ、うん、かっこいいやつあったな、めちゃくちゃかっこいい、うん、それを、まあ、手に入れるために、うんうん、平岡さんも僕も八丸さんもそうです、ね、数で勝負ね、はい、もう割合で言ったら可能性としては高いですから、高いですよね、高い、高い、それの、まあ、簡単に言ったら前編みたいなのを僕のチャンネルで上げさせてもらってるので、はい、見てない方はぜひそちらの方も、はい、マジで三森くんがさ、ゴキブリ以外で出んのあれじゃない？久しぶりですね。ミスタートーナメントさんに呼んでもらって、ゴキブリかトーナメントどっちかで確かに、だから幅広げていきたいですね。今回はでもホームですから、どっちかそうですね、そうやね、三森くんも本当主役外ですよ、はいはい、いやそう、ちょっとうちのチャンネルでどうも三森くんの評価下がっている、いやそうですよ、だから口悪いキャラ以外になんか他キャラついたらもう余計に、そうだね、クワカブさえね、はい、すごく強ければ性格多少悪くたって大丈夫という、いやいやいや、そんなことない。でもまあ僕も対決、はい、クワガタでこう、うん、バトルさせるっていうのはほぼないんで、うん、はい、知識ないからちょっと不安ですねっていう保険はかけてみます。一旦ね。どれぐらい人数いるか分からないですけど、うん、予選敗退しちゃったらきついよな。せめてな、一人はこう、ね。そうですね。二回戦は絶対行きたい。うん、そう、平岡くんがなんかずっとルール聞いて。ルール聞いて。はい、まあ、単純にまあ、トーナメント形式なんで、はい、予選とかじゃなくて、もう普通に勝ったら上がっていくし、はい、タイプで。でも、その勝敗の決め方が、まあ、3種類あって、まあ、ちゃんと本当に相撲の土俵があって、はいはい、足が、白いその土俵の外の、板の部分についたらまず、うん、体がひっくり返って背中がついたらみたいな。なるほど。あとはなんか体をこうハサミでこうガッてやってこう持ち上げられて体が完全に浮いてる状態でカウント3で。なるほど。でも名前呼ばれてた方がどんどんそのもうトーナメント参加していく感じだから。はい。その多分そのうち呼ばれるんじゃない？三森くんがグランディスの大クワガタ。グランディス大クワガタ。世界最大の大クワガタ。はい、うわぁ、すげえな。で、僕が三森くんから以前いただいた大クワガタ。はい。宮崎県産の大クワガタ。はい、はい、はい。そして、平岡が、あれですよね、山梨で昆虫採集行った時に見つけた天然の大クワガタ。天然大クワガタ。俺、それ使わせてもらっていいの？もちろん。でも一番ちっちゃいしな。はい。サイズの問題じゃないやろ。楽しいやん。理想は、この3人の、うん、だから2人が決勝で会うのが一番いいですよね。確かにな。その動画的には。全員準決勝まで行ってね。全員準決勝まで行って、あとは頼むぞっていうシーンが見たい。だから途中で戦うのもいいですよね。2、3回戦で。そうやな。残りだから再生時間2分とかだったらもう終わりじゃん。そうだ、負けるのもあるんだよね、そこが。もう真っ暗な画面が3分ぐらい。出してもいいです、その場合は。我々3人は絶対勝ち上がって準決勝まで行って決勝まで行ってさらに優勝しちゃってシールドもらっちゃう。行くぞ。ああ。ああ。ああ。確かにな。俺なんか呼ばれてました。俺っすか？いや、ヘラクレス大輔プリットチャンネルの時のやつ。一応負けた時側にさ別人という設定ができるよ。なるほど。はい。いや、三森くん。そうっす。一応やっぱクワカブ勝ってるものとして。そうですよ。ここで勝ってもらわないと。僕は見てるから。じゃあ、じゃあ、いきます。発見終わり。また、座ってください。ちょっと触っていいですか？そうですね。いけいけ。もうちょっと大丈夫です。いけいけ、ストップで、来た来た来た、おお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 お
いやマジで大人の怖さ教えてください。ダメです。いい勝負しよう。いい勝負しよう。めちゃくちゃでかいよ相手。大丈夫。え、サイズさやばくない？発見を。またダメ。やばいやばいやばい。もう逃げてるやん。戦おうぜ。まだいける。諦めるな。あかん。完全に向かってきてる。やばいやばい、来てる来てる。ああ。平子さん触ってます。おい、磨いてるんちゃうそれ。ちょっと靴だと思ってます。違う違う違う。あ、来た来た来た。あ、そう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 、その作戦な。どういうことこれ。相手の背後を取って道具みたいな。あ、ああ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 あ何やってんお前。いやでもお子さん相手やったから。何ですか。いやお子さん。あいつ何し。見た。なんかその戦うとかじゃなかったもんな。サイズ差がさ。サイズの問題じゃないやろ。魂やろ。聞いてなかったやん。あんな。え。同じ階級ちゃうやつ。絶対に。あれめちゃくちゃでかかったですね。やばいね。何だった。あんま見てなかったけど、マジでしょ、アンタイウスとかでしたね。うん、海外の。多分、準決勝とかで当たるかもしれない。みおりくん。じゃあ、次、すごいでかい。おばさんと、はちまるさんで。はい。あ、いよいよ。いよいよ、はちまる。はい。いよいよ。来た。あ、小八丸。映してよ。映してよ。かわいい。小八丸。小八丸。小八丸じゃないけど、大丈夫。はちまる対決や。いや、そっか。勝者。いやいやいや、かわいさではない。かわいさ対決じゃないから。痛くないよな。罰ゲームやもんな、八丸っていうのは。太郎くん頑張って。発見多い、残った。買ってください。おお、結構ガサツだ。意外と。いや、でもすごいよ。おお。あ、すみません。おお。来た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 。いけ。一瞬だけちょっとさっきいただいてもいいですか。一瞬だけ、ちょっとだけ。好きなとこでいいですか。はい。あ、いいよ、ソラ君は。あ、座ってもいいよ。ちょっと座っていいよ。あ、もういいよ。おー、頑張ってたじゃん、特訓したじゃん、今まで。ソラ、落ちろ、ソラ、落ちろ、ソラ、落ちろ、ソラ、落ちろ。いや、こんなんになりたいか、本当に。あー、でも対決の仕方ってあるんですね。やっぱ、ちょっと難しいので、じゃんけんでもいい。あー、きた。最初はグー。いやいやいや、最初はグーだよ、お前。細くすぎるやろ。うちの地域そうっすよ。うちの地域って？どの地域やろ。音だけねって言わないから。最初はグー。じゃんけん、はい。おお、後出しで、後出しで負けてきた。どっちが大人やねん。もう一回いこうか、もう一回、もう一回いこうか。最初はグー。じゃんけん、はい。勝っちゃった。どうしようか。そこパー出すんだ。じゃあ君の分も俺が強くなる。こいつ、こいつ行くんや。惜しかった。勝負は勝ってたよ。あと君の方が大人や。あとじゃんけんの仕方教えてあげるから。ということで、勝っちゃいましたよ。じゃんけんに持ち込めるってことは結構でかいですね。俺の持ち込んでよかったな。まあでも2人いいね。まあまあまあ勝ち方に差はあるけど、じゃんけんで全部勝てばすごいよ。まあとりあえず2回戦進出、2人ともおめでとう。まあこの調子でね。あとだって3回ぐらい勝てばいいでしょ。確かにあと2、3回です。あ、でもなんか俺の方にシードがいるわ。さっきすげえかっこよかったからな。まあいいか、ちゃんと勝ったんだよな。ちゃんと相手を逃がしたというか。でも相手もこっから一勝してきてる相手。そうだよ。え、キスした。いきまーす。お願いします。お願いします。発見多い、残った。やってください。大輔さん、うまいですね。ちょっとずつ前に。あ、ありがとうございます。大輔ってあんまり呼ばれない。あ、そうなんです。嬉しいですね。ヘラクレスって呼ばれる。ヘラクレスさんって呼ばれる。いやいや、負けたことない。そこで。あ、やべ、やべ。お、わ、わ、マジ、ポンカーで撃てんや、そのまま。お、お、すごいすごいすごい。邪魔、邪魔、邪魔。足よかった。
たな相手が。うわー、敗退者席だからそっち。俺めちゃくちゃ勝ちそうな雰囲気出して負けましたよ、うん、後ろ取ってるこのまま完全にバーンと行くやつ、うん、なんで教えてないの距離感。理想はこの3人の、うん、だから2人が決勝で会うのが一番いいですよね。八丸さんと新口くんで、はい、2回戦始まる。もう残ってるのお前しかいいんだよ。OK、 おい残った、待ってください。いけいけ、攻撃的。奥さん、まずサイド行こうか。ストップで。あ、もう捕まれてる。お前、頑張ったじゃん、今まで。二人で。まだ、お前と行きたい。もうちょっと、上の景色見たい。君の分も俺が強くなる。君の分も俺が強くなる。君の分も俺が強くなる。全員負けんも、うん、なんか敗者復活ないのこれ。ないよ、そうだな。どんな感じなの。もうないよ、ね、前回の優勝校だよ、勝ったしは。じゃあ、いきます。ハッキー、おい、残った、やってください。トップで。お、あ、すごい、いやお、これすごいぞ。いい試合してますね。すごいな、でも優勝校隊強いし。わいや一本です。あの新口くんがめちゃくちゃ強いわ。ガクさんとちなみにやっぱ前回の優勝答えらしいですよ。今言ってはりましたね。いやすごっ。絶対ドーピングやってるやん。ちょっとゼリーゼリーすごい。うわ、ジクラかな。すごいわ、ジクラ。じゃあ決勝戦となります。決勝です。ガクさん、いや、ついに決勝。ケンさんもビートローハイすでに2回でしょ。2回。今回が3回の方がすごい。ソフトバンク。いや、すごっ。いや、もう戦う気満々やもんな。ハッケー、おい、残った。あ、来た。組んだ。どうなる？頑張れ。あ、いや、強すぎる。いやー。うわー。お、残った。うわー。出ました。うわすごいな。僕の教え子です。教え子か。第4回ビートロン杯大久保 80.9mm 級優勝、ガクさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。いやー、勝ていいな。じゃあもう一度温かい拍手をお願いいたします。いやー、いい。すごい。おー、以上をもちまして第4回ビートロン杯終わらせていただきます。ありがとうございました。いやすごかったよ。もうだって一瞬ちょっと負けそうやったよ、裏に、うん、で後ろにこう持ってかれて、そこから持ち上げて、ね、あれ僕ができなかった技を、三森くんがじゃないけどな、三森できなかった技を、まあね、その弟子でもある。弟子じゃないじゃん。何だろう。習得してくれて。勝ち上がった人に弟子だからっていうのは。やめた方がいい。でもちょろっと聞いてんけど、うん、ガック君別に今までこう戦わせるとかやったことないねんて。うん、初めての参加で、あの闘志。鍛えられた感じすごいしたけどね。うん、すごい。なんか心がけたこととか、なんか意識してた部分。チャンピオンの何を天才は完全に才能な。まだ気づいてない。一番恐ろしい。こういうやつが一番恐ろしい。かっこいいやん、これ。これマジで欲しかったよな。黄色に金色の。優勝者しか持てへんやつ。メルカリで売るの？俺が買うよ。買うんか。前が買うんか。次の大会も参加するの。あ、時間がいったら。そこがえば。まあでも世界大会もあるやろしな。多分もうだってこれぐらい。あの人その後世界大会飲もう。いや、もうそうです。大宝世界へっていう。他の3回どこでやってるんですか。ぜひ、また戦いましょう。トーナメントの方終わりまして。はい。はい。すいません。なんか、いいね。決勝まで誰かしら行けばいいな。そうですね。本当に。負け方がね、みんなひどかったですよね。盛り上げたかったんですけど、ちょっとリベンジしたいよね。そうですね。そんなに僕戦わせるとかいうのの
やつをやったこと全くなかったんで、今日でちょっとノウハウを学んだな。大会によって種類が違ったりとか。そうですね、あとサイズとか。サイズやっぱ全然やっぱ違いますね。大企業がやっぱ有利でしょうね。大田区にある昆虫ショップビートロンさんでは定期的にこういったクワガタ相撲も開かれていますので、気になる方はぜひエントリーしてみてください。この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。